はい、マスオゲームズです。はい、今日はですね、久々にこちらパズドラやっていきたいと思います。1年ぶりぐらいかな、動画にするの。まあ動画にせずにね、普通に空いた時間に楽しくね、ちょこっとやる程度でパズドラはやってました。うん、ランク243なんで全然高くないんですけど、はい、やってました。でですね、今日ね、なぜ久々に動画にしたのかと言いますとですね、パズドラのデータ一回消そうと思ってって感じかもしれないですけど、ちょっとね、消そうと思い立ちまして、ちょっと今日は動画にしました。というのもですね、この前ね、 iTunes カードをもらったんですよ、1万円分。うん、でもらいまして、でその iTunes カードで1万円分ね、もらったんで、それでね、ガチャ引いちゃったんですよ。今まで課金してなかったの。まあ動画にせずにこう本当に楽しくやる分だから別にいいかなと思って、まあ全然悪いことじゃないですし、もちろん全然いいことだと思うんですけど、でもね、それちょっとやったらですね、なんかこう、なんかいろんな楽しみ方があると思うんですよ。一番難しいこういうレベルのところをクリアするっていう楽しみ方もありますけど、そういう課金をしないでこう自分なりにこう頑張っていくっていうね、そういう楽しむスタイルの楽しみ方もあると思うんですけど、僕の中ではやっぱりこう課金しないで楽しむ方がより楽しみを感じられるなと思って、ちょっと今回はデータを消そうと思います。1回1万円分課金するじゃないですか。でそっからさらにね、1万円分ぐらいね、普通にそっから課金しちゃったんですよ、僕。うん、でだから結構ね、モンスターいるんすよね。いいね、ほら、今のラーとかもね、いますし、はい。で、この前ね、ガンホーフェスでしたっけ、あれやってて、で、闇カーリーとかね、手に入れて、おっしゃーっていう感じだったんですけど、やっぱりね、喜びがね、無課金で、こう、カーリーとかをね、ゲットした時の、喜びの方がでかいような気がするんで、データ消します。はい。で、今ね、僕とフレンドになってくれてる方が、いきなりね、僕がデータ消したら、どうしたんですか、マスオさんってなっちゃうかなと思って、一応この動画も作らせていただいたっていうのもあるんですけど、じゃあ、ちょっと、もうね、一応、ちなみにこんなパーティーです。はい。ですが、まあ、育ってきてもないのにデータ消すってね、ちょっと生意気な感じ、なんですけど、はい。ちょっと無課金で楽しみたいなと思って、はい、こちら、パズドラのデータ消させていただきます。すいません。別にね。はい。うわー、すごいね。このアプリを削除すると、アプリのデータも削除されます。ということで、ポチッと消えちゃった。こんなに簡単にパズドラのデータって消えちゃうんだね。ということでね、パズドラ再インストールしました。データ消すのって非常に簡単なんですね。はい。ではこちらのパズル&ドラゴンズやっていきたいと思います。まず、名前入力とかね、すごい久々な感じがしますけど、はい、マスオ TV で、パートナーはね、このね、ドラゴン、ティランっていうのにしたいと思います。やっぱりね、僕ね、赤が好きなんですよ。うん、レッド。うん。はい、ということでデータダウンロードしていきましょう。はい、来ました。ようこそ、パズル&ドラゴンズの世界へ。世界中のダンジョンを冒険し、伝説のドラゴンを見つけ出そうというね、そういう趣旨のゲームだったんですね、このパズドラってね。これ最初のチュートリアルですね。はい、すごいチュートリアル的な感じで流れてますけど、ここのね、チュートリアルの部分ね、見せてもしょうがないと思うんで、一番最初にね、引けるガチャのところまでちょっとカットしたいと思います。多分一番最初はチュートリアル進んでいけば多分できると思うんですけど、一番最初にゲットするキャラは一番こう、何ですか、なんて言うんですか、一番相棒になるキャラだと思うんで、ちょっとかなり大切だと思うんで、実際にね、そこまでちょっと引くところまで、まあ、行きたいと思います。はい、ではね、ちょっとお待ちください。はい、ということでですね、チュートリアルをしていって、こちら、ガチャを引くところまで来ました。今、ゴッドフェス開催されてるんでね、もしかしたらいいのが出るかもしれないということなんですが、一番最初のキャラなんで、相棒になるはず。果たして何が出るかな。金であってほしいですね。では行きます、ゴー。銀だったらショックだな。お、金、なんだ、おー、一番最初から白だったらいいんじゃないですかね。
これ非水闇の同時攻撃で攻撃記録が 3.5 倍っていうことなんで、ねえ、ずっと一応使えるキャラではありますし、やったー。はい、ということで白スタートからのパズドラでーす。ちなみにね、今友情ガチャででも結構いいの出たりするっぽいんで、はい、こちらも引いていきましょう。あ、緑だ、緑っていうか普通だ、残念、豚ですねはい、ということでまあこういう感じでーす。まあ今日あと何時間はね、こちらゴッドフェス開催されてるんで、あと何回かこのゴッドフェスね弾けるようにちょっと今日中になんとか頑張ってやりたいと思います。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。すごいね、もったいないことをしちゃったんですけど、楽しむためにはいいかなと思って、はい、またコツコツ楽しくやっていきたいと思います。動画にするかどうかはねこの先わかんないんですけど、まあ楽しくやれたらなと思います。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。